じゃあ始めるぞ。手加減はしないからな。望むところだよ。 Alright, so I should probably activate Hyper Armor immediately just because. 楽しみだね。行くよ。 Oh my god, I still gotta wait for it to come back? Here we go. 楽しいね、キリト。 I still have my buffs.Oh yeah, you're done. You're done. What happened? What? Dude, how you gonna end the fight like that? Like, dude, I just...勇気もな。うん、僕もそこそこ自信はあったんだけど、キリトには全然かなわなかったよ。そんなことはないさ、勝負は紙一重だった。そう言ってもらえると嬉しいな。 That hyper armor is got like once you know how to use it correctly with the Nebula Raid Empress. It's like, okay, I don't want to get interrupted during my Nebula Raid Empress skill. So hyper armor buff the attackDo like an OS chain of 2 or 3 and then go for the kill, dude. でも Yuki, 君は一体 Who is she? ああ、そろそろ行かないと。おい、行くってどこへ？ごめん。でも楽しかったよ、キリト。またいつか会えるといいな。ああ、そうだな。その時には僕ももっと強くなってるから。楽しみにしてるよ。Absolute sword! I got a gold trophy out of nowhere! Like, was that the true, true final boss? Or is there another final boss? I gotta go fight the sun, I gotta go fight the clouds, I gotta go fight the precipitation and shit? What I gotta fight next? Yuki. か。あの速さは限界を超えていた。あの少女は一体何者だったんだろう。でもまたいつかどこかで会える気がする。 Maybe that was supposed to be the girl that's going to be in the lost song. Maybe that's the girl that's going to be in the sequel. Or maybe that's a character from SAO season 3 or 2 that I don't even know about because I have yet to even watch season 2. I'm waiting for that to get English dubbed.こうして生き残ったおよそ6000人の SAO のプレイヤーたちは現実の世界へと帰ってくることができた。現実に戻ってからまず俺たちを待っていたのはリハビリの日々だった。低下してしまった筋力を元の生活ができるまで戻すのはかなりの苦労があった。それでも直接会いに行きたい仲間たちのことを思うとリハビリを頑張り続けることができた。退院して久しぶりに帰ってきた我が家は俺が現実に帰ってきたことを強く思わせるものだった。やっと帰ってきたと思う安堵感ともう向こうの世界には行けないという虚無感が複雑に絡み合う。ソードアートオンライン、このゲームで死んだプレイヤーは現実でも命を落とすデスゲーム。このゲームを作った茅場明彦は凶悪な犯罪者として世の中の人たちの記憶に残るだろう。 One of the worst criminals of all time. 事件解決後に俺を訪ねてきた対策チームの人間から聞いた話では茅場明彦は長野県の山荘で見つかったらしい。しかし見つかった時にはすでに死んでいた。ナーブギアに残されたログから自ら大脳に超高出力スキャニングを行い脳を焼き切って死んだとのことだ。しかし不思議なのは茅場明彦が死んだとされる日にち。死亡推定時刻とゲームクリアをした日から逆算すると
百層での戦いよりももっと前。Before the fight on floor 100, huh? 75層で俺と戦った前後に、カヤバは死んだことになる。そうすると、百層で戦ったあいつは、本当にカヤバ本人だったのだろう。Fought with use? I'm pretty sure that was supposed to say us. カヤバは別れ際に、SAO の世界を、自身の唯一の現実であると言っていた。もしかするとカヤバはネットワーク上に自分自身を残す方法をすでに持っていて、That'd be ridiculous. 不要になった肉体を捨てたのではないか。 That is just absolutely ridiculous if he found a way to do that. あの SAO を作ったカヤバならそれくらいのことはやってしまいそうな。アルベリヒ菅生信行は現在警察で取り調べを受けている。Do we get interrogated?俺やアスナの証言と、スゴーや他国の人間とが接触した記録。People from other countries. So people from other countries logged into SAO, huh? これらの証拠から、VRMMO 内での出来事としては異例の本格的な捜査が始まった。もちろんスゴーは、レクト社から席を外すこととなり、アスナとの結婚などという話もなくなった。しかし、カヤバが作ったこのゲームは本当にただのデスゲームだったのだろうか。 It was just another reality. カヤバはコンピューターの中に現実とは違うもう一つの現実を作りたかったのではないだろうか。そうするとこのゲームの本当の遊び方はクリアすることではなかったのかもしれないと考えさせられてしまう。カヤバのやったことは到底許されることではない。それでもカヤバの作った世界での出会いや別れ、その大切な思い出の続きをこの現実でも作り続けていこう。かつての戦友と共に。さようなら、ソードアートオンライン。Clap it up, everybody! Clap it up for one of the longest fucking Let's Plays on this channel. Yo, this Let's Play was in the making of like for like 5 months, dude. Yo, we in there though. We defeated Sword Art Online. It took us so long, since August, but we finally beat the game.
Yo, we still got even more, and I just noticed my microphone was off. But welcome back, everybody. We still got more SAO to go through. So let's do this. それでは皆さん、ご唱和ください。せーの。SAO クリア！おめでとう！Sugo's over there, cool. Everybody, the crew, even Philia. That's awesome. Klein, got Sinon over there sipping on that drink. 今俺たちがいるのはエギルの店、アークソフィアのじゃない。東京都台東区御徒町にある喫茶店ダイシーカフェだ。そう。SAO をクリアしてからもう2ヶ月が経っていた。全国の SAO プレイヤーが一斉に覚醒したことについての大混乱は、まあ語るまでもないだろう。目覚めた俺たちを待っていたのは検査とリハビリの日々だった。そんなわけでみんなが一堂に会するのは SAO をクリアしてから今日が初めて。アインクラッド攻略記念パーティー、大層な名前だけど、要するに SAO プレイヤーたちの打ち上げだ。That's interesting. お疲れのご様子だな。まだリハビリの疲れが抜けきらないんだよ。2ヶ月前まで寝たきりだったのに、あんなに元気なあいつらがおかしいんだ。ここ2ヶ月はみんな検査ばかりでゆっくり話せなかったからな。久しぶりにハメを外したいんだろう。それにしても相変わらず不景気な店だな。うるせえ、夜は繁盛してんだ。うちの嫁さんはしっかり者でな、俺がいない間もこの店を立派に守り通してくれたのさ。ナイス。おかげで俺はまたこうしてカウンターに立てるってわけだ。まあアインクラッドと違ってリアルの客商売にはいろいろとしがらみもあるが、それでも店を経営するってのは楽しいもんだ。それに引き換えこっちの社会人は、しくしょう、明日も残業だよ。ああもう飲まなきゃやってられん。2年以上も寝たきりだったってのにこんなに働かせるなんて鬼かってのもう。まあこういうやつもいる。人生は人それぞれってことだ。キリト、そんなむさ苦しい集団の相手なんかしてないで、あんたもこっち来なさいよ。そうです、せっかくリアルでキリトさんと会えたんですから、今夜は話しませんよ。おい、引っ張るなよ。ああ、キリト先生はそっち側ですよね。ったく、エギルには美人の嫁さん、キリトは青春、俺は残業。こんなの不公平だぜ。行ってこい、キリト。みんなアインクラッドの英雄を魚にしたくて、うずうずしてるんだ。やれやれ、それじゃ覚悟を決めていじらんでくれよ。バディゲルミューズ、ちくしょう、エギルおかわりだ、もっと強いのくれ。 Dude, Klein's getting all them drinks in his system. 見てください、キリトさん、これが現実世界のピナの写真です。へえ、確かにこうしてみるとあっちのピナの面影があるというか、表情というか顔つきが似てるのかもしれないな。そうですよね、私もそう思っていたんです。あのキリトさん、 SAO はクリアしちゃいましたけど、これからも
一緒にいてくれますよね。もちろんさ。アインクラッドとリアル、住む世界が変わってもそれだけは変わらない。これからもよろしくな、シリカ。まあリアルに帰れたのは嬉しいけど、やっぱりアインクラッドの自分のお店が恋しくなるわ。あんたに作ったダークリパルサーももうなくなっちゃったのよね。どんなゲームだって終わりはある。そしたらまた新しいゲームを始めればいいさ。あんたは生粋のゲーマーよね。あんな事件に巻き込まれたのに、本当変わらないっていうか。リズはもう VRMMO は嫌になったか？どうかな。でもそうね、新天地にリズベットボグ店3号店を出店するのも悪くないかな。その時にはキリトには売り子をやってもらおうかしら。そうすればアスナとかシリカとかリーファとか女の子のお客さんが殺到しそうだし、大繁盛しちゃうかもね。 Exploiting her customers。 それは勘弁してくれ。 Elizabeth's exploitations。 こういう雰囲気は久しぶりね。ログアウトしてからずっと検査ばっかりで、ようやく日常に戻ったって感じかしら。シノンだよな。私とリーファだけアバターと顔が違うからね。やっぱり違和感があるかしら。 You don't look that different。 いや、こうして話してみるとやっぱりシノンだなって思うよ。何しろ結構付き合い長かったからな。そうね、私あんたには本当に感謝してる。キリトがいなければ私はあの世界でのたれ死んでた。だからまあそのありがとう。礼を言われるようなことじゃないさ。うん、でも言っておきたかったの。これからは貸し借りなしで再スタートね。あんたとは対等な友達でいたいから。俺はもともとそのつもりだよ。これからもよろしくな、シノン。キリト君、ようやくゆっくり会えたね。この日はずっと楽しみにしてたんだよ。ああ、検査続きでろくに話す時間もなかったからな。またみんなでこうして集まれるなんてね。それもエギルの店でな。まるで今夜だけアインクラッドに戻ってきたみたいだ。こうしているとまた明日から攻略に出かけるようなそんな気がしてくる。私もそうだよ。ユイちゃんも一緒に来れればよかったのにね。は、そうだな。今でもたまに夢に見るの。湖畔の家で三人一緒に暮らしたあの時のこと。今が嫌ってわけじゃないけど、もう二度とあそこには戻れないんだと思うとちょっと寂しいかな。確かに SAO にまた戻るのは無理かもしれないけど、三人一緒に暮らすって夢はこれから叶えられるさ。ユイのデータはあるし、俺たち二人はこうして今も一緒にいる。俺たちが本当に幸せになるのはこれからだよ。そ、キリト君、なんだかそれプロポーズみたいだよ。そうかな。でもまあ俺たちは一度夫婦になったんだ。これくらいカッコつけたっていいだろう。それに俺は今でもその夫婦のつもりだよ。私だって
ごめん、俺ちょっと変なこと言ったかな。ううん、そんなことないよ。私たち普通の男の子と女の子に戻っちゃったけど、またここから始めようね。改めてよろしく、キリト君。その後も宴は延々と続いた。俺たちは過去の思い出、未来の夢、そんなあれこれを語り明かした。その顔はどれも底抜けの笑顔。死んでいったプレイヤーたちを忘れたわけじゃない。それでもみんなが笑顔なのは SAO でかけがえのないものを手に入れたからだと俺は思う。冒険の中で得られた絆、アインクラッドで出会った仲間たち、 SAO、 ソードアートオンラインの世界を知らない人にはきっとわからないだろう。茅場明彦がなぜソードアートオンラインという世界を作ったのかは未だわからない。それでも不思議と茅場への憎しみは湧かなかった。俺は多分 SAO が Katone? Who? What kind of name is that? どうしたんだ、ヤベカラボーニー。楽しいなって思ってさ。こうしてみんなで集まって騒いで、こんな幸せ私には二度と訪れないんだって思ってた。これも全部キリトのおかげだなって思ってさ。だからそんなことはないさ。俺がしたのは本当に小さな手助けだけだよ。俺はそんな立派な人間じゃない。もし俺がフィリアを助けられたのだとしたら、そんなことないよ。ねえ、キリトは、黒の剣士はその2本の剣でたくさんの人を救ったんだよ。アインクラッドの人はみんなそう。キリトが SAO をクリアしてくれたおかげで今もこうして生きてるの。みんなリアルの世界に戻ってアインクラッドのことを少しずつ忘れていってしまうかもしれない。でも私は忘れない。キリトも忘れないでね。黒の剣士としてたくさんの人を救った。それをずっと誇りに思ってて。キリトに助けられた女の子がいるってずっと覚えててね。わかった、忘れないでいるよ。でもなんだか別れのセリフみたいだな。え、別に俺たちはこれっきりってわけじゃないだろ。こっちの世界でも会えるんだし、もしフィリアが VRMMO が嫌になっていないなら、一緒に他のゲームを遊ぶことだってできる。そっか、そうだよね。SAO から出られたっていう事実が大きくて、なんだか全部終わった気になっていたみたい。多分そろそろ誰かが言い出すんじゃないか。Me? What's going on? ねえみんな、もし嫌じゃなかったら、これからアルブヘイムオンライン始めない？ Oh boy。 スグハちゃんがもともとやっていたゲームだっけ？ええ、そうなんです。妖精になるゲームですか？なんだかロマンチックで素敵かも。 Her name is Keiko?
空を飛ぶのって夢があっていいよね。どんな感覚なのかな。そうね、ウイカ気持ちよさそうだけど歩くのとは違うからイメージしづらいかも。なんか飛ぶの難しそう。飛び方だったら私がみんなに教えてあげる。 ALO の世界だったらお兄ちゃんにだって負けないんだから。ほらみんなもそのつもりみたいだ。もう次のゲームの話をしてる。またみんなで攻略会議してレアアイテムに一喜一憂してボス戦で泣いたり笑ったりする。 Yo, raging, raging. そして Don't forget about rage. みんなで同じ目標に向かって攻略していく。悪くない提案だと思うんだけどどうかな。うん、キリトが行くところにならどこだってついていくよ。今度は最初からキリトと一緒がいいな。もう離れ離れにはならないさ。だってもう俺たちは仲間になったんだから。キリトくん、ほらこっちこっち。第1回 ALO 攻略会議始めちゃうよ。今からやるのか。気が早いな。行こうフィリア、みんな俺たちを待ってる。俺はもう一度旅に出る。世界樹のそびえ立つ ALO の世界へと。さあ冒険に行こう。オーケー。キリトさん、じゃなかったカズトさん、いらっしゃいませ。お邪魔します。This is interesting. I didn't plan for this event to last for like almost 2 hours. I've been recording this episode for like 2 hours, dude. So I'm gonna have to split this into like 3 separate parts. This is ridiculous. じゃーん。ここが私の部屋ですよ。いいのかな。部屋に通してもらっちゃって。いいに決まってます。さあ、どうぞどうぞ。Keiko!ちょっと待っててくださいね。すぐにピナを連れてきます。すぐの部屋とはやっぱり違うな。なんというかもっと女の子らしく可愛い雰囲気というか、緊張する。 Oh boy, the back daddy's getting nervous. カズトさん、お待たせしました。ピナです。ほらピナ、この人がカズトさんだよ。なんとなくあっちのピナに似てるな。顔つきというか表情かな。でしょでしょ、偶然にしてもすごいですよね。So like my cat. 飼い主に似たのかもしれないぞ。Don't fall asleep, it's a trap. Ah, ごめん。あくびなんかしちゃって。あの、お疲れですか？リハビリ疲れがさ、ひょっとしたらボス攻略よりきついかも。あ、わかります。結構大変ですよね。あ、ごめん。ちょっと寝れば眠気は取れると思うから。Having some nap. Whoa, is that what they're calling it?Having some nap? You about to get into that good nap. That good nap. こら、ピナ。カズトさんお休みだから邪魔しちゃ。って、お腹の上で寝ちゃった。あ、まるで、あの時みたい。本当にピナってば。だったら私もまた隣で眠らせてもらっちゃおうっと。お邪魔
You know, in this world, you have parents that might come into the room and see this. こうして現実世界でキリトさんとピナと一緒にお昼寝できるなんて夢みたい。Yo, that cat is knocked. Look at that cat. あっちのピナも無事 ALO にコンバートできたし、こっちのピナともあっちのピナとも好きな時に会えるようになって、それもこれも全部キリトさんのおかげです。幸せそうな寝顔を見ている私も幸せな気持ちになっちゃいますよ。キリトさん、起きないとキスしちゃいますよなんて。 The thirst is still real. The thirst is still real. Keiko. ほっぺだからいいですよね。シリコ。私の夢を見てるのかな、キリトさん、ピナ。ソードアートオンラインは怖いことも多かったけど、キリトさんにもピナにも他の皆さんにも出会えたんですから。この先もっともっと技術が進んで、こっちのピナとあっちのピナが一緒にいられるようになったら、そうしたら私たちみんなでまたこうしてお昼寝しましょう。いつかきっと叶うといいな。 That day Kirito went to jail. Thank you for playing the game. Not on my watch!Super Gogeta is now online! Alright guys, so... Whoa, look at this. Keep current save status and start game from floor 100. Awesome. We can either continue, we can do last... What is this? Continue. New game. Oh, the new game was never unlocked before. Look at that. So I want to thank everybody for coming out to watch this playthrough. It lasted a bit longer than I planned, to be honest. I thought I could beat this game, like, probably in August. I probably could if I focused just solely on Sword Art Online. But things happened and stuff happened and things changed. And here we are completing the game in January. But I want to thank everybody for coming out to watch Sword Art Online Hollow Fragment. And I will see you guys next time.For Sword Art Online Lost Song, which is the sequel to this game that is coming out this year in Japan, and hopefully we can get a release this year as well, a simultaneous release, maybe like in summertime again, at the same time Hollow Fragment came out, which was in August. So hopefully Lost Song will get translated and have a better translation, and hopefully the gameplay won't feel as tedious or monotonous as this one did, because there was a lot of Hollow missions I didn't show off. Like, there's like hundreds of stuff I didn't even show off, but that it was kind of monotonous, because once you did like three Hollow missions, you basically did the...You did every Hollow mission, alright? Every Hollow mission is just defeat this, destroy this, don't be detected. It's pretty much, it's tedious gameplay once you try to do all the Hollow missions. It's like, there's no way I was gonna do every single thing on camera. It was just so much of it. It was just too much. This game had a lot of content as is. This game had a lot of character interactment, which it did very well. If anything, I think this...game did really well when it came to, like, actually, you know, displaying the anime. I think this is the best anime
game that was adapted from an anime. So this is definitely the best anime game I probably played. I put in over 100 something hours into this game. It was pretty good. I hope they change up a lot of the gameplay mechanics, because there was a couple of things I didn't really like about this game. One being the damn, it was ridiculously hard to, you know, to not target a specific enemy. Because if you seen like a couple episodes back, and maybe 5 or 6 episodes, I couldn't change targets, and the mission was don't attack a certain enemy. But the thing is, he would auto attack after he gets done attacking another enemy. He would just auto attack onto the enemy that you're not supposed to be attacking. So that was kind of annoying to me. And then there was a couple of things like the translation, the tutorials didn't even teach you how to play the game entirely. Because I found out later, like maybe like 2 days after I recorded that episode where I didn't know how to lock off the enemy, I went to GameFAQs, and apparently to lock off the enemy, you have to push left and right and X at the same time just to untarget. And the game never taught you that. But yeah, man, there was a lot of things I wish this game would have did better. But for the most part, it did pretty well. The only thing I wish this game would did better is the translation, better combat. Try to make it faster to traverse the entire map. Like it took so long to traverse, like in the hollow area, it took forever just to travel there. If you were on foot, if you didn't have any teleport stones or anything, it would literally take 10 to 15 minutes just to get to some places, which was outrageous. It's not like I had a mount, it's not like I could run faster than my current standard walking speed either. So there was a couple of just gameplay things they just needed to work out. But I honestly think this game would have been a lot better if they just waited a little bit more and made a better translating, or a better translation. But that is it for Sword Art Online Hollow Fragment. I will see you guys next time for Sword Art Online Lost Song later this year, most likely. So I'll see you guys later.